はい、単発実況でございます。でね、今回やるのがトーエムというね、手書き風のアドベンチャーゲームとなっています。で、主人公はですね、カメラを使ってですね、まあキャラクターたちのね、悩みを解決したりとか、あとはまあのんびり、ゆったりとした曲を聴きながら、まあ、風景を楽しんだり、写真を撮ったりするっていうような、まあ、なんでしょうね、スローライフ的なパズルアドベンチャーゲームと、なっているようですね。これでね、言語は日本語がちゃんとあるので、何もね、心配することなく楽しめると思います。で、まあ、2021年のどっかでね、発売されるということですね。はい。で、ですね、よいしょ。はい、開発はね、Something We Made っていうね、名前の開発です。スウェーデンの、インディーズスタジオのようですね。まあ、絵も可愛いしね、独特ですよね。まあなかなか、キャラクターもいいし、結構期待できるタイトルなんじゃないかなって感じはしてます。で、ゲーム自体はね1500円ぐらいで売られる予定のようですね。で、実質プレイ時間はまあ6時間から7時間ぐらいの、まあ簡単なね、ゲームとなっているようです。はい。で、開発なんですが、このねコアチーム、5名ね、写真が載ってますけど、まあ一癖も二癖もありそうなね、おじさん集団ですね。はい。まあ多分他にもね、もしかしたら外注とか使ってるかもしれないですが、まあコアメンバーはこの5人で回してるということですね。よいしょ。それではね、トーエムやってみたいと思います。それじゃあね、やっていきましょうか。可愛らしい部屋ですね。お、あ、結構颯爽と歩きますね。これはなんだ？発見リュックサックか。旅の必需品ね。はいはいはい。これは？空のフォトフレームか。アルバムを持ってないためフレームに写真を入れられないよ。あ、なるほど。ってことは写真があればここに飾れるってことかな？あ、動かせるよ。へえ、なるほど。で、あ、はいはいはい。おー、結構近づけるな。で、これはなんだ？テレビか。おー、またダイナミックに椅子壊れるぞ。よし。ん？これは母ちゃんか。母ちゃん。あら、部屋から出てきたのね。あなたが夢見ていた日がついに来たのね。なんだか信じられないわ。今日から始まる冒険の目的は魔法のような現象を見ること。その名も、トーエム。はあ、トーエムってなんか現象なのかな？気分はどう？ワクワクしてる？緊張している？ワクワクしてます。そうこなくっちゃ。若い頃の私にそっくりだわ。ところで、私は一度しかトーエムを見たことがない。場所はキエルバーグ山岳地帯の一番高いところだったわ。ああ、写真が山ほどあるわね。でも見せたかったのはこれなのよ。ああ、写真が光ってますよ。綺麗でしょう。あ、なんだ。覗き見はそれくらいにしておいて。どうせ自分の目で見ることになるんだから、私の写真を見なくてもいいわよね。なんだよ、母ちゃん。もったいぶるなよ。見せてくれよ。そういうわけで、あなたに渡したいものがあるの。発見カメラ。あ、カメラ？これ、お母ちゃんのお譲りかい？私が旅を楽しんだように、あなたにもこの旅を楽しんでもらいたい。このカメラは本当に役に立ったのよ。さあ、試しに写真を撮ってみたら？なるほど。母ちゃんの形見、あ、違う。形見じゃねえよ。まだ死んでねえつの。Y ボタンで？あ、なるほど。あ、これでね、ズームするのね。よーし、最初のね、被写体は母ちゃんで、ということで。これどうやってシャッターを押すの？写真を撮る。よし。撮ったよ、母ちゃん。写真を見せてちょうだい。はい。どうぞ。あら、いいわね。才能があるね。でしょう。もう俺ね、キャパになるか、篠山騎士になるかで迷ってんだよね。なんだ？とにかく、外に行こう。はい。行きましょう。行きましょう、行きましょう。旅を始める前に、移動手段について知っておきましょう。
この人が助けてくれるわ。なんだこれ、猿っぽい感じ。私はあっちで待ってるわね。なるほど。この人が。被写体として一回ちょっと撮ってみるか。猿っぽいね。うわー、完璧だ。俺やっぱ才能あるよ。言えてないな。シャッターチャンスを逃さない、この男。自分の才能がちょっと怖いぜ。で、いや、ホームランダーへようこそ。ここは心温まる故郷だよ。旅に出たいのかな？はい。素晴らしい。コミュニティに協力してくれた人は無料でバスに乗れるよ。君はやる気満々みたいだね。さあ、これをどうぞ。あ、コミュニティカード。なんだろう。スタンプカード。はい。みんなを助けるときにこれを見れば状況を確認できるよ。なんだこれ。コインみたいなものを集めると無料でバスに乗れるよ。コインが集まったら次のバス料金が無料になるからね。もちろんそれ以上集めてくれても構わないよ。頑張って、あ、スタンプなのか。スタンプね。なるほど。はい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 。まあ要するにあれか、クエストをクリアするとスタンプがもらえるって感じ？うん。周りのね、人が困ってるから、まあ話を聞いてって感じ。わかった。てかね、ちょっとまあその前に気になるのが、看板の上にさ、すっごい可愛いのがいるんだけど。何これ？可愛い。頭に毛が3本しかないんだよ。キュッ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 タラボワンネって感じだ。タットだって。鳥かな？なんだろう。うん。他は？車体。あ、これ牛さんか。ちょっと待って。今の顔可愛かったな。あ、この瞬間は撮れないのか。くそ。まあいいや、とりあえず牛さん撮ろうか。このね、故郷から旅立つ前に、近いね。もうちょっと離れてくんない？なんか良くないな。今だ！完璧です。あ、お、母ちゃんに話しかけろ。バスに乗るのにスタンプがいるの。なら私にも手伝わせて。ん？はい。はいはい。取りますよ。よし。うん。取ったよ、母ちゃん。あら、いいわね。素敵に取れてるわ。それにとっても若く見えてる。うん。俺にスタンプあげる。あ、なるほどね。ほうほうほう。よーし。はい。さあ、行ってらっしゃい。また後でね、と。こんなの写真、あれだな。写真じゃねえよ。自転車が。なんか裏側になんかあるぞ。なんだこれ。あ、木の靴だ。履いてみよう。あ、カランコロンカランコロン言っている。なんか若干さっきよりも足が遅くなったような気がするが、気のせいかな。カランコロンカランコロン言ってます。これなんだ？え？ハエか。あっちゃ。ハエ。なるほど。ここにあれですね。キムクジラのおっさんがいますね。いや、若いの。旅に出るらしいね。君のためにプレゼント用意したんだ。昔私もそれを履いていろんなところへ行ったもんだ。え？もう見つけたのかい？よくやった。え、何？あ、さっきの、器具がそうだったのか。ごめん、取っちゃったよ。もともとは2つの木の塊だったなんて信じられないだろう。しかもそれが君と一緒に旅に出ることになると。なんかちょっとロマンチックなこと言いますね。で、こんにちは。スタンプを何個集めたか見てみよう。お見事。必要なスタンプを集めたから、バスに乗れるよ。新しいカードをあげよう。お、なんだ。これで無料に、バスに乗って次の地域まで行けると。ここがあれか、バス停か。そうか、故郷とも これで旅立ちか。母ちゃん、行ってくるよ俺。騎士になるよ。ね。いろんなね、可愛いお姉ちゃんを撮るよ。バスを待つ。オークビル。なるほど。さあ、旅立つぞ。ふぅ。あ、母ちゃん。なんだ、母ちゃん。俺のために泣いてくれるのかい？さあ、これでいいわね。
大冒険が待っているわ。充実した旅になりますように。母ちゃん、母ちゃん気をつけてね。私は家であなたの会を待ってれば。泣けるぜ。あ、とうとう、バスが来ちまった。母ちゃんとの別れだ。早いな、着くの。もうちょっとなんかさ、もうちょっと浸らせてくれよ。早いよ、着くの。ん？なんかいますね。この辺に、ん？綿玉があるはずなんだ。うーん、って言ってますね。なんだ、綿玉。この子丸いな。頭も丸いし、体も丸いし、でも、とりあえず取っとこう。あ、またいるね、お猿さんが。いや、オークビルへようこそ。ここは森の住民のためのコミュニティだよ。見応えのあるものがたくさんあるんだ。探検しに行って、スタンプが集まったら戻ってきてね。うん、なるほど。なんか上にいるな。なんだあれ。何？ん？なんだ？なんか溜まってってるの？なんだ？え？プルプルしてるよ？喧嘩売られたぞ。何見てんだよ。あっち行け。え？なんすか？怖っ。他には何かあるか？なんか蝶々がいるな。蝶々取っとくか、じゃあ。よし。ちゃんと取れたのか、これ。もうちょいちゃんと。お、蝶。もうちょっとあれか、綺麗に出ないと認識してくんないんだね。今何時なんだ？時間を見てみよう。ん？ 5時20分ぐらいか。うん。これなんだ？これ。よっ。うん。で、こっちか。はいはい。なんかまた、アンビエントミュージックがかかり始めましたが。あ、カタツムリがいる。かわいい。取るか、これ。よし。カタツムリ。あ、いろいろいるな。なんだ、これ。え？これは、なんだ、お猿さんかな？おぉ。トム。どういうこと？名前ってこと？誰だこれ。え？これなんだ？え？これなんだろう？なんか着ぐるみでも着てる人なのかな？話しかけてみましょうか。ああ、参ったな。何もかもうまくいかないなぁと。池で泳いだとき、濡れた靴下を干して乾かしたんだ。そしたら、お気に入りの靴下がどっかに行っちゃった。ついてないなぁ。はぁ、あ。あ、なるほど。一足なくなったのね。一足ってか、片側が。なるほど。靴下って結構なくなりやすいんだよなぁ。なんだ？なんかいるぞ。なんか見てるぞ、こっちを。何あれ、キモ。ん？鳥の巣、虫。なんだ？いろんなもんがいますね。あ、ここにもなんかいる。何これ、かわいいの。何これ。え？スズメ的な感じかな。かわいいな、おい。ガチャ。結構被写体が多いですね。ここはなんだ？なんかいるな、いる。あ、こいつ。さっきあの、ブチ切れたやつ？なんかずっと見てると切れるんだよな。見るなら他の人にしてくれない？頼むよ。なんだよ、もう。おい！モンスターがうろついてるって話を聞いた。え？何？ここら辺モンスターがいるの？え？聞いてないの？ここにはモンスターがうじゃうじゃいるんだよ。あいつら隠れるのがうまいんだ。でもすごく臭いんだよ。目に染みるくらい。どんだけ臭いんだよ。目に染みるのは嫌だな。モンスターを見つけたら写真を撮って見せてよ。そのために、たまにはここに戻ってきてね、と。なるほど。何これ。待って。髪型どうなってんだよ、これ。パーマかかってますけどね。そっとか。馬かな？
いろいろ突っ込みどころが多くてな。え？あ、みんな寝てる？これ。猫と、なんだろうな、あれ、クマさんかな？よし。オスカル。話しかけてみましょうか。寝てるな。私のスパゲッティに触らないでと。これかな？あ、目を覚ましましたね。すいません、とっても疲れていて。オークホテルへようこそ。何かご用でしょうか？あら、カメラをお持ちなんですか？実はホテルの新しい宣伝用写真が必要なんです。はい。このホテルをきれいに撮ったものがいいと思ってるんですよ。ホテル全体が写った写真です。もちろんお礼はしますよ。任せてくれよ。ホテル全体つってるな。あれか？外に出て撮ればいいのか？ここら辺から撮るか。よし。あ、すごいホテルだな、これ。パチャ。完璧だぜ。さて。撮ってきたよ。うん。はい。うん。でも少し近すぎません。あ、まだ近い？ホテル全体が写った写真がいいんです。そうだ。相当来ないところに展望台があるから、ホテルの外にある看板に従って進めば一番上にたどり着けますよ。なるほど。展望台から撮ってくれと。うん。いけないのか？ここはいけないのか。まあいいや、とりあえず。この方はなんだ？ん？私たちはフォトチャレンジクラブだよ。とても楽しいフォトチャレンジを用意してるんだ。フォトチャレンジに参加してみるか。ああ、じゃあ。いいね。カードにチャレンジを追加しておいたよ。これはちょっと難しいかも。頑張ってね。なんだ？どうしたらいいの？違うな。違う。コミュニティカードか。よいしょ。フォトチャレンジ。ん？とっても小さな兵士たち。ああ、どっかにちっちゃな兵士がいるのか。で、それを取ってこいと。亡くなった靴下、モンスター探し。茂み、海、ドブ、ノッポ。はあ。なるほど。で、あとはパパラッチになろう。ホテルの美しさを写真に収めよう。あ、何になる？なんだこれ。まあいいや、とりあえず、いろいろ探索しましょうね。あ、ちょっと待った。クワガタがいるぞ、あれ。カブトムシかな。やべ、テンション上がるな、やっぱり。男の子だから。よし。なんだ？クワガタムシか、よし。何クワガタか気になるとこだ。子供の頃ね、クワガタ好きでしたね。カブトムシってよりもやっぱりクワガタが好きで。なんでしょうね。あんまりこう都会だとね、いないんですよね。いてもコクワガタぐらいで。だからやっぱりデパートに行って、ノコギリクワガタとかね、ミヤマクワガタとかをこう、まあ、買うしかないって感じでしたけど。森だな。なんかいるな。なんだこれ。リスかな？リス！これなんだ？これは関係ないの？なんだあれ？なんだ？光ったぞ。なにこれ？え？なに？どうした？ああ。なんか家が出てきたよ。なんださっきの光るキューブはよ。入れんのこれ？あ、入れる。ん？ちょっと突っ込みどころがいろいろ多いけど、なんだこれ？またなんかいますね。タトムシ。ここら辺なんだこれ？しましまのキノコがありますけど。あ、こんなところになんか、プレゼントが。なんだ？おー、カウボーイハット見つけた。ハウディーって言ってますけど。あ、切れんのこれ？あ、このゲームあれなんだね。世界があるのか。
謎のあれだな。はぁ。誰の部屋なんですかね、これ。ベッドがあるってことは誰かが住んでるってことだと思うんだけどさ。さてさて、こっちはなんだ。ん？なんかいろいろ突っ込みどころが。いや、一緒にかくれんぼしない。なんだろう。あー、仲間を探せばいいのね。え、もういきなりなんかいるけど、隠れてるって言うの？ここに一人いるでしょう。はいはい。かくれんぼが得意ってあなたたち、ちゃんと隠れてないじゃん。これでしょ？動かずに立っていたのにな、びくともしなかったのに。よく見つけたね。うん、バカなのかな。よし。あ、見つかっちゃった。で、あとあれだろ？木の上だろ？どこだっけ？こうか。この子が一番頑張ってはいるけど。うまく隠れたのに。あの古いカメラさえなければ見つからなかったんだろうな。あんなにズームできるんだもん。あ、なんだ？あ、かくれんぼでね。よし、3本もらったぞ。なんかいるんだよ。ここに。これなんだ？まあ、とりあえず取っとくか。よし。あとはなんかあるかな？あとはないな。なんだ？あーってなってるけど。お前たちのせいでおかしくなりそうだ。もう出ていく。あ、骸骨？そこの君、これをあげよう。え、幽霊サングラス。不気味だけどかっこいい。なんか、いきなりサングラスもらった。幽霊のせいで困ってるんだ。なんだ。ああ、そのサングラスをかければ幽霊が見る。へえ。でも気をつけて、あいつらはしつこいんだ。サングラス自体はめっちゃかっこいいんだけどね。あ、ほんとだ、幽霊が見える。あれま。これ何の幽霊だ、これ。ヒヒンって言ってるから馬か。俺の生前の姿を突き止めてくれないか。自分では覚えてないんだけど、美しい動物だったって聞いたんだ。はあ、馬か。え？ヒヒン。あれ？これじゃないの？あなた。もしかして。選択してみよう。おお、なんと美しい。ヒヒン。あ、成仏した。あれ？合っていたようだ。あ、お犬様がいますね。あら、かわいいね、あなた。どこだ？あら、かわいい。ちょっと激写。セロ。ちょっと中入ってみるか。なんかあるかね。一周ちょっとぐるっと。ないね。あ、こんなとこにも幽霊がいるの。どうしてなんだ。もう人生やることは全てやった。そろそろ俺たち幽霊が成仏してもいいだろう。俺たち幽霊は、人知れずたくさんの手伝いをしてきたんだ。今度は俺たちが助けられる番だろう。はあ。なんだろう。ちょっと待って。え？幽霊のお手伝い？これもう終わってんのかな？よくわかんないな。よいしょ。テレビ映らないのか。これといって何もなしか。いや、ちゃんと見ていかないとな。いろいろアイテムが。あ、なんか飛んでる。何これ。何この生物。あっちゃ。空飛ぶタト。不思議な生物だな。あ、これ右とか左とかで選べるのか。よし。こんなもんかな。じゃあ一旦戻るか。あ、なんかいるな。そうか。幽霊で見えるようになったのか。ちょっと話しかけてみましょうか。
あら、かっこいいサングラスね。でしょう。コップの中の靴下ってゲームをしない？はい、いいえ。はい。レッツシャッフル。あ、そういうことね。うわ、ゆっくりだな。これ絶対わかるだろ。入ってるのはどっか。あ、こんなんこ、これでしょ。正解。あ、濡れた靴下手に入れた。なんか靴下なくなったっていう人がいた気がする。そうだ。次はもっと難しくするわ。はい。何？どういうこと？もう話しかけられない。で、靴下。あ、この人、この人。そう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 。持ってきたよ、靴下。ねえ。まさか本当に見つけてくれるとは。ちょっと待って。両足分あった。そうなんだよね。うん、なくしたの片方だけって言ったけど。あ、じゃあもう一個もらったのか。でもな。片方だけもらってもな。あ、なるほど。よし。あ、そういうこと？べちゃ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 言ってるよ。で、こっちか。あ、なんか、丸っこい子供たちが、ぐるぐる回ってますけどね。なんかの儀式ですか？なんかいろいろあるな。話しかけられはしなくて。あ、またいるな、あいつ。あいつ。ひでるやつ、カメラ向けると。何見てんだよ。そうだよ、お前だよ。休みたいんだからあっちへ行け。口が悪いな。え、なんだ。ん？フィアル病なるな。フィアル病なるなのキャンプへようこそ。私がここのリーダーなの。仕事は完璧にこなしてるよ。人助けがしたいって顔してるね。スカウトの一員にならない？スカウトの一員か。はい。やったー。とって嬉しいよ。あ、これ語訳ってか、文字がね、あれしちゃってます。とっても嬉しいよか。これが最初の任務だよ。でもその前に、なんで、団員、全員集合。お。はい。今日私たちは特別な任務のために集まりました。でも大丈夫。私たちはチームなのです。そしてチームは何があってもお互いに助け合うもの。現在の私たちの任務は、フォト料理本を完成させることです。そうなんだ。新しいメンバーが残りの写真を集めてくれます。その任務を果たして、スカウトの一員になるのにふさわしいことを証明してください。では解散。なるほど。どれだ？これか。ブロックアザミ、綿玉、しましまキノコ。ブロックアザミ。なんだ？ちょっと待って。あ、写真をね。なんかあるかな？これしましまキノコじゃないの？あ、当たってた。なるほど。こういう感じで写真を3つ渡せんのか。他なんか撮ったかな、これ。これは？あ、これが綿玉なんだ。なるほど。あと、なんつってたかな。なんかもう一個なんかあとね。他はもうなんか撮ってない気がするな。撮ってないか。うん。さてと、あ、なんかいるな。これもあれか？フォトチャレンジか。なるほど。まあ参加しようか。頑張ってね、と。なんだ？フォトチャレンジ。ん？毛だらけの岩？松の木？斧？え？松の木ってこれのことじゃない？なんかいるぞ、ちょっと待って。え、松の木ってこれでしょ？待って、試してみるか。よし。これ、はい。あ、やっぱりそうだよね。え、あと、苔むした岩。ちょっとなんか、調べてみるか。あ、苔だらけの岩。なんか知らないけど、OK らしい。あと、なんつってたと。あと一個かわからない。ブロックアザミじゃなくて、なんだっけ？
斧か。斧はちょっとわかんねえな。これなんだよ。おい。いや、どうも。ちょっと助けてくれないか。え？実は今ある人物の調査をしてるんだ。その人物の動きもね。目撃者からの情報によると、こんな感じの見た目らしい。あ！知ってますよ。情報持ってますよ。この人物を見かけたら写真を撮って見せてくれないか。いや、持ってます。はい。いくらで買ってくれますか？確か、撮ったはず。ここだ。あ、これだよ、これ、これ、これ。怪しいね。うん。ありがとうよ。あ、どんどん。支給本部に報告しなくては。あ、いなくなった。なんだったんだ。うん。なんだこれ、アリンコか？一応取っとくか。うわぁ、なんだこれ、みたらし団子みたいなアリンコだな。ひょー。アリ？斧か。あれ？先に行けないな。おい。お前らあれだな、もう言い方が雑いな。この丸太動かすの手伝ってくれないか？はい。笑い始めたってなんだ？意気込みは気に入ったが、その筋肉じゃ無理だろう。俺の弟を3匹探してきてくれと。あいつらは力持ちだぞ。あいつらは愛想がないからカメラでじーっと見つめるといい。わかった。あ、いたな、すれば。じゃあちょっと。招集するか。まずあそこに1匹な。よし。あ、ダメだ、ここへ。あ、ちょ、待て、テントウムシいたぞ、今。よーし、テントウムシゲッチュ。ほい。よし。そういえば、最近もう大人になるとめっきり虫とかを探したりとかしないから、テントウムシとかも全然見てないですね。子供の頃はね、よくやっぱり虫取りに行ってたんでね。テントウムシとかカタツムリなんて当たり前のように見てましたが。うん。これこう見てればいいのか。よし。何見てんだよ。あ、お兄さんを助けて。お兄ちゃんが呼んでるって？どの兄ちゃんだよ。いや、あの兄ちゃんだろうな。行ってくる。あれ、これ斧じゃない？あ、これ斧じゃん。これか。よし。で、だな。あと、どこにいた？ここの中にいた気がする。ここか。よし。なんで切れるんだろうな、これ。カメラ向けると。見るなら他の人にしてくれない？お兄さんを助けて。兄ちゃんが助けよう。駆けつけよう。はい。あ、そういえば、そうか。あとどこだ？あ、あれだあれだ。上にいたやつだ。何見てんだよ。お兄さんを助けて。兄ちゃんか？わかったよ。よし。これでちょうど3匹だから。ふぅ。で、戻ってたね。あ、そうだそうだ。その前に斧だ、斧。斧を、どうやったっけ？これだ。間違いない、斧だね。わあ、お見事。チャレンジ達成。よし。こんなもん、ちょちょいのちょいで。君にはカメラマンの才能がありそうね。そうだろう。そんな君ならこれを使いこなせると思うんだ。なんだ、なんかくれるのか？おー、三脚だ。これを使えば遠くから写真が撮れる。なるほど。脚立もらったぞ。あ、集まってる。おい。見事だよ、君。弟たちが集まったから、早速動かそう。なるほど。みんな準備はいいか？押せー！わ、すごい力。で？なんか、探してる人がいるか？ブロックアザミ。あ、これか。これのことか、ブロックアザミ。これ取っとくか、じゃあ。よし。
なんかいるな。なんだこれ、ちょっと待って、写真撮っとくか。コックかな。片足しかないけど。よし。大丈夫？ん？ああ、大丈夫ですよ。ちょっといろいろありすぎて、少し休憩しんで、出てきたんです。同僚のせいで頭がおかしくなりそうですよ。大丈夫だよ。ええ、多分。あれ、なんだか、またやる気が出てきました。レストランに戻れます。きっと大丈夫です。話を聞いてくれてありがとうございました。また会いましょう。あ、消えた。あ、こっから写真撮るのか。え、どこだ？ん？あ、これで撮れるのか。よしよしよし。なるほどね。よし。完璧。で、これで、まずこの人に、どうやったっけ？これか。ブロッカーだね。あ、リスト完成。手伝ってくれてどうもありがとう。これで君も正式なフィアルビオーナルナの、あ、もう言いにくい。一員だよ。お疲れ様でした。あ、帽子もらった。いやーでもちょっと今ね、カーボイハットがあるんでね。うん。おぉ、スタンプが集まっていくんだ。あ、なんか箱がある。さっきなんか見つけたやつだ。これ。これだよ、これ。あ、なんだ？何？なんか、石が出てきたよ。石っていうか岩っていうか。何これ？何？かわいいわって、まあ。確かにかわいいけどさ。これだけ？え、これだけ？そうなんだ。こっちか。なんだなんだなんだ。これは？あ、なんか出てきた。なんだあれ。うわあ、プルプル震えてるけど。ちょっと激写。なんだこれ、ユーマか。あ、また森に隠れた。恥ずかしがり屋なんだね。これなんだろう。これ、蜂の巣みたいな感じ？あ、やっぱそうだ、蜂の巣だ。あ、なんかあるかな。これなんだ。滑り台か。なるほど。ブランコか。あー、ブランコなんてなー、もう全然乗ってないなー。まあ、おっさんですからね。おっさんが一人で公園でブランコってちょっとやばいですからね。なるほど。よっ。でだ。ん？ドン、ドン、ドン、ドンって聞こえますけど。なんだ？クラブかなんかがあるのか。あ、なんかいますね。ブラザーがいますね。これ。なんだこれ。犬かな？よ、ブラザー。え、なに？君のイケイケ度をチェックしよう？なんだよ。君のイケイケ度はいい感じ。だろ？参加を許可する。あ、なんか入れてもらった。どうも。はい。なんだ？あ、なんだなんだなんだ。ちょっとちょっとちょっと。ここでダンスしてるってお母さんに内緒ね。ハイプヘラジカ最高。何？聞こえないよ。ビートがいけてる。うわー、なんだよこれ。ああ。てん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 てき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 。ああ、おお、すごいすごい。うーわー。撮っとくか。もう誰だかよくわかんないけど。この DJ が。よし。あれ？なんだ？あ、パパラッチになるとこれなんだ。なるほど。なんかあるかな、他に。
派はないかな、もう。面白いですね。で、何すればよかったんだっけ。ちょっと待って。茂みってさっきのやつか。あとなんだ。あ、これか。フォトチャレンジ2。とっても小さな兵士たち。これあれかな。アリンコのことかな。待って。どこだっけ。これか。よし。写真を見せて。アリンコ、アリンコ。アリンコどれだ。あ、あれ。アリンコ。これ、撮ったはずなんだけど。アリンコの写真がないな。あれ？俺アリンコ撮らなかったっけ？アリンコ、ないな。ちょっと待って。おかしいな。アリンコどこだったっけ？こっちの上の方か。確かここにいて取った気がしたんだけどな。よし。あちゃ。よし。さてと。これか。あ、やっぱりね、小さな兵士ってことね。チャレンジ達成だと。よいしょ。で、ホテルのシェフだから、多分ここにいると思うんだよね。あ、いた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 。ん？あ、また会いましたね。さっきは話を聞いてくれてありがとうございました。本当に助かりました。レストランはまた絶好調です。はいはいはい。よし。そういえば、レストランは調子が良くなるみたいなんで。レストラン調子が良くないみたいなんですか。あ、これでエレベーター中に入って何か食べてください。あ、何これ。え、あ、レストランが、あ、違う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 、あれか、リスが料理作ってんのこれ。もしかしてあれ。お、いいね。やったな。何が？レストランにようこそ。これが本当だなんて信じられないぜ。それはともかく、これを見つけたんだ。あ、なんかカセットテープもらった。音楽のね、カセットもらったんだね。またなと。なんだ、これといって別にご飯が食べれるわけじゃないの。なるほど。なんかあるかな。あ、そうだ、写真写真、すっかり忘れてた。これだったっけ。よし。まあ、なんて綺麗な写真なんでしょう。そうでしょう。腕がいいですからね、写真家の。今すぐ額に入れて飾りますね。よし。なるほど。よし。なるほどね、ホテルはもっと繁盛するでしょうと。ピキン。うまくいけば、テンポを増やせるかもしれません。あ、そういえばこれモンスターのやつ。取った取った取った。これこれこれ。茂み。こいつは茂みだ。すごい発見だ。もっとモンスターが見たいなと言ってますが。あとは？コミュニティカード。の名人、あ、さっきの靴下のやつか。まだあるのか。花になる。光合成してみよう。なんだ。
ップの名人がもう一回行くか、じゃあ。あれどこだったっけな、覚えてないの。あ、これか。よし。あ、コップの中の石ゲーム。はい。レッツシャッフ。そこね。これじゃね。あ、やべえ、間違えた、くっそ、ちゃんと見てなかった。これか、よし、今度はちゃんと見てよ。わかった、これだ。よし、え、またやんの。ちょっと早くなったな、おい、はい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 。お、真ん中だろ。うん、たわいもない。早いな、おい。ちょっと待て待て待て。真ん中じゃね？よし。あなたは真の名人ね。あ。よし。でだ。間違えた。あれ、これ花になるってなんだ？光合成って書いてあるんだけどな。光合成か。これなんだろうな。この人に話しかけてみようか。こんにちは。お見事。はいはいはい。あ、なるほどね。新しいカードで別のマップ行けるのか。なるほど。いやー、ちょっとね、光合成がわからんのよね。あれ？なんかあんなところに、なんかあるぞ。なんだこれ。なんだこれ、フォームフィンガー。はい。お、大きな指がついた。これだけ？いやー、やっとわかりましたね。このね、何でしたっけ、花になるっていうのが、これね、これのことだったんですね。こうして、で、こうするんだよ、これ。こうだ、こう。こうして、あ、で、取るんだ。あー、オッケー、ビンゴ。うわー、これ大変だったな。よし。これで一応全部潰したんじゃないか？よーし。これでとりあえずあれだな。思い残すことなく、ここを離れることができる。さあ、次のね、マップ行くぞ。これでまたバスに待ってみようか。バスを待つと。次の目的地はどこだ？スタンハム。まあ、海沿いのとこですかね。それでは良い旅を。うん。バス来たな。出発。なるほど。デモ版はここまでか。面白かったな、これ。うん。ね、皆さんどうでしたでしょうかね。個人的にはすごくね、まあ絵も可愛いし、あとね、操作がすごくね、スムーズでやりやすかったです。はい。なので、なんかこう、引っかかるところがないというか、なんかちょっと、ん？これどうなの？みたいなところ全然なかったですね。はい。はい、それではね、単発実況でございました。ありがとうございました。バイバーイ。